メンバーシップ登録の皆さん、おはようございます。今日は6月の、17日の火曜日、今午前10時26分です。今日はですね、予約していたクロスバイクがついに、組み上がったということで、今から取りに行きたいと思います。白で迷ったんですけども、迷った挙句、無難な落ち着いた白にしました。非常に綺麗 で以前乗ってたエアーに比べるとやっぱりね、重たいです。重たいですけども、まあそんなに気にならないぐらいですね。実はね、思い切ったことが一つありまして、このね、フレームサイズがなんと、ね、L サイズです。僕の適応身長から言うと、この1個下の M サイズが適応なんですけども、そのあえてね、1個上あの1つ上の、でかい L サイズにしました。これの適応身長のサイズが180センチから195センチが適応の身長なんでね、全然僕が176センチなんで、本来なら M なんですけども、あえてね、なんかでかい方がかっこいいなと思って L にしました。前回乗っていたのは M だったんで、ちょっとどれぐらいでかいか心配でしたけども、全然自分がイメージ通りのサイズでした。で、あと車にもね、詰めれましたんで問題なく、毎日乗れます。で、価格が、税込みの8万6900円でした。あとポジションはね、今から乗っていくにつれて、ちょっと自分の体に合うようにね、
高さとか、前のハンドルとかで、調整していきたいと思います。それではね、今から天気もいいですんで軽く乗りたいと思います。軽く乗ったんですけども、それではですね、ちょっとポジションを調整したいと思います。調整をちょっと変えました。サドルを2センチ上げて、あとこのね、なんていうんだ、このヘッドっていうのかわからないんですけども、これ上向きだったんですけどね、これを反対にして下向きに変えました。前かがみになるような姿勢に、これで乗ってみたいと思います。ということで1時間ぐらい乗ってきました。サドルの高さもう1センチ上げて、こういう感じにしましたけど、バランスが良くなったと思います。というわけで新しい自転車、これから大切に乗りたいと思います。それでは。